ラフ・ホルタレーサは、プエルトリコにおける政府官邸である。新世界における最古の行政部の建築物であり、1983年、ユネスコの世界遺産に登録された。ラフ・ホルタレーサは、サンフアン市街地を防衛するための要塞の役割をもって1533年から1540年の間に建設された。したがって、サンフェリペデルモーロ3、 クリストバル要塞を含む一連の軍事施設であった。カルロス一世の命令により、他のヨーロッパ諸国あるいは、カリブ族からの攻撃を防ぐために建設された。建築当初、ラフ・ホルタレサは、内部にオマージュタワーと呼ばれる塔を備えた中庭が、付随した4層の壁を持っていた。塔の頂上から、当時のプエルトリコ総督が、スペイン国王への忠誠の誓いを行っていた。後に 第二の塔として、アウストラルタワーが建築された。ラフ・ホルタレサは、別名サンタ・カタリーナ宮殿としても知られている。建築当時は、ラフ・ホルタレサの城壁の外部に設けられていた、礼拝堂が破壊され、1640年代に、ラフ・ホルタレサの城壁の部分と一体化される形での、再建されたため、ラフ・ホルタレサは、別名サンタ・カタリーナ宮殿を持つこととなった。 16世紀以来、ラフ・ホルタレサは、プエルトリコ総督の住居の役割を果たしてきた。1822年11月27日、正式に、プエルトリコ総督官邸となった。1846年には、大幅な改築を実施した。軍事的性格を帯びていた部分は、王宮の入り口と変わった。ラフ・ホルタレサでは、代々のプエルトリコ総督が生活を営み、 その数は170人以上を数えた。ラフ・ホルタレサは2回攻撃を受けたことがある。1回目は1598年のジョージ・クリフォードによる攻撃であり、2回目は1625年のオランダによる攻撃である。ラフ・ホルタレサの伝統は、米西戦争の後にアメリカ合衆国がプエルトリコを侵略し、最後のスペイン総督がプエルトリコから立ち去るまで継続された。 最後の総督リカルドでオルテーガは、自らの剣でもってラフ・ホルタレサの時計を破壊した。彼が時計を破壊した時、スペインによるプエルトリコ統治の終焉の時刻であった。プエルトリコがアメリカの統治下に入ってからは、周知事関係として使用され、ジョン・エフ・ケネリとその妻・ジャクリーンが1961年に滞在したこともある。また、ケネリ夫妻だけではなく、 オランダの女王、ユリアナやスペインのフアンカルロス一世夫妻も品格として滞在したことがある。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。